40代蓮舫さんの JC での討論、ご覧になった方いらっしゃいますか。あそこでですね、この神宮の問題、開発についてはいかがなものか、立ち止まろうと、そしてパーティー券、神宮外苑の業者からまさか買ってもらってないでしょうね、こういうことを聞いても小池さんは答えない、さらに別の候補が聞いても答えない、で司会者が、あ、もらってるんですねというふうに言っても答えない、やっぱりこれ自民党が今回ついてますから、都庁を金券の都政にしては絶対ならないと思うんですが、皆さんいかがでございましょうか。蓮舫さんは都知事になったらこれはパーティーはやりません、当たり前だと私は思うんです。巨大な東京という利権開発オンパレードですから、凄まじい利権がある東京都でございます。トップは身を正して金にきれいな東京都政を作ってまいりましょう。ぜひ皆さん、今日の天気は変えられません、明日の天気も変えられませんけれども、明日の政治は変えられます。信号は待っていれば変わりますけれども、政治は待っていては変わりません。ぜひ皆さん投票に行ってください、投票に行ってください。ぜひ皆さんのお知り合い1人2人3人4人お声をかけていただいて、どんどん声をかけていただいて投票に誘っていただきたい。ぜひぜひ蓮舫都知事を本当に誕生させてください。皆さんのためです。ぜひお願いします。どうもありがとうございました。ただいま長妻昭衆議院議員からの熱いお訴えでございました。その熱さに呼応するように雨も激しくなってまいりましたけれども、ぜひ皆様方お足元を気をつけてご通行、また聞いてくださっている方もぜひお風邪など召されないようにお気をつけください。そして大阪政治衆議院議員、ぜひ蓮舫候補都知事へ、その熱い思い皆様方の前でご披露していただければと思います。こんばんは、衆議院議員の大阪政治でございます。まず冒頭お礼です。こんな激しい雨の中にもかかわらず、たくさんの人に集まっていただきました。蓮舫頑張れ、頑張れ蓮舫、そういう思いでですね、集まっていただいた皆さん本当にありがとうございます。私は田舎生まれの田舎育ちです。正直言うと私の街頭にはこんなに人は集まってくれません。でも雨の中なのにこんなに来てくれた皆さん、ありがとうございます。皆さん、蓮舫さんが今目指しているのは国会議員ではありません、知事です。実はこの知事っていう仕事はですね、国会議員とは全く比べ物にならないぐらい権限がいっぱいあるんです。予算を使う権限、これ知事さんにはありますけれども国会議員にはありません。そしてまた人事をする権限、これも私や長妻さんにはありませんけれども、蓮舫知事になれば蓮舫さんは人事を行うことができる。さらに許認可、許可したり認可したりする力、これも知事にはあるんですね。これ私や長妻さんにはいくら逆立ちしてもないんです。すなわちですね、知事というのはものすごい権力を持っている職なんです。ただしその知事さんがちゃんとした能力のある知事でなければ、実はその権限を十分に使うこともできない。だからこそいい知事さんを選ばなきゃいけないんですよ皆さん。そしてさらに自治で大事なことがあります。それは住民との距離が近いこと、都民との距離が近いこと、すなわち都民の皆さんにきちんと説明をして皆さんの声に耳を傾けて議論をする、こういうことがなければ知事は務まらないんです。どっかのタヌキのようにですね、不都合なことがあればこそこそ逃げ回る、どっかのタヌキのようにですね討論会に出てこない、
こんなことでは知事は務まらないんです。皆さんいかがですか。ぜひですね、この蓮舫さん、テレビで見ても分かる通り切れ味抜群、そして本当によく勉強する、よくもまあこんなに勉強するのか、そういう方です。そして私が驚くのは反射神経の良さです。反射神経の良さ、何かを言われた時に即座にきっちりと切り返すことができる、これも現場を大事にする自治の世界では私は大事なことだと思っています。ぜひ皆さんの力で蓮舫知事誕生させようじゃありませんか。皆さんいかがですか。私ね、蓮舫さんにお願いがあるんです。これからの東京、みんなにとって暮らしやすい、過ごしやすい東京にしてもらいたいんです。それは東京都民のためだけじゃないんです。東京の合計特殊出生率1を切って 0.99 になったって言います。なんでこうなったか、それは若者が暮らしにくいから、非正規が増えたから、賃金が低いから、たくさんの理由がありますけれども、若者が結婚して出産できるというような安心した環境に東京はない、だからこうなっているんですが、そこをなんとかしたいっていうのは蓮舫さんの大きな政策の柱です。これはですね、皆さん実は東京のためだけにやることじゃないんですよ。なぜか、東京には日本中から若者が集まってきてるんです。本来地域に暮らしていたならば、東京よりは子育てしやすい環境だったのかもしれない。でも魅力ある東京に全国から人が集まってきて、結果的にそこで子供を産めない、そういう環境になっている、そこで暮らさざるを得ない、だからここをまず一つ蓮舫さんに私はしっかり力を入れてもらいたいと思っています。そしてもう一つ、2年前、私は都内のあるところに住んでるんですが、私の家の斜め前、女性の一人暮らしでした。ご高齢でした。3ヶ月ほど姿を見ないなと思ったら、中で孤独死でした。私も反省してます。あの近所にいたあのおばあちゃん、なんでこんなことになったのか。実は今の東京、高齢者にとってもとってもとっても将来不安の多い状況になってるんです。そして一人暮らしの高齢者が増えてきます。ここへの対策もしっかり取る、これはまさに私は知事の役割だと思います。蓮舫さん、ぜひお願いしたいと思います。さて皆さん、東京ってどんな街だと思いますか。ロンドン、パリ、ニューヨーク、そこと比べてもここがいい街だ、いい街だ。私はずっと実はロンドンよりもパリよりもニューヨークよりも東京がいいと思っている。それは広い地域に魅力ある拠点が山のようにあるからです。ぜひ皆さん、この東京の良さを蓮舫さんと共に良い街づくりに向かって高めていく、そのために蓮舫知事ぜひ誕生させていただきたい、そのことを私大阪政治からお訴え申し上げ終わりとさせていただきます。皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。子どもの産み育てられる東京へ、そして高齢者が孤立をしない東京へ、そのためには蓮舫知事が必要です。皆様、雨の中お待たせいたしました。ちょうど少し雨も小雨になったようです。それではこのマイク蓮舫候補にお渡しします。ぜひお聞きください。改めまして、東京都知事候補の蓮舫です。これだけの方にお集まりをいただけた、会いに来ました。会いに来てくれてありがとうございます。都知事になって仕事で皆さんにお返しをしたいと、まず約束をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。おととい、今日司会をしてくれてる安倍さんと一緒に大島、伊豆大島に行ってきました。大島町、
火山島で暮らす人たちの不安、昨今ではそれに大雨、台風、土砂災害、これまでにないリスクと隣り合わせだと聞いています。今日の雨で島の人たちは大丈夫なんだろうか、改めて思いを馳せています。東京の23区多摩も含めて、やっぱり温暖化の影響で水害あるいは地震、いろいろなリスクが増えているから、私はこれまで以上に防災には力を入れていきたい。合わせてソフトでの改善策、これも定期的に点検をして皆さんの命を守る、これは最優先に守っていきたいということはまずもっとお伝えをさせていただきます。その上でこの8年間皆さんに現職の小池さんの当選はどうだったんだろうか、このままでいいんだろうか、それとも蓮舫に変えて大丈夫なんだろうか、ぜひ問わせていただきたいんです。例えば小池さんは少子化対策、家計に直接経済支援、この選挙の直前には低所得者に1万円の商品券を配る、いろいろなことはやってくれました。いいものは引き継いでいきたい、でも私はもっと先に行きたいと思う、もっと先のことができると思う。例えば子どもたち、小池さんは高校無償化をやってくれました。これはありがたい、親にとってはありがたい、じゃあ子どもにとってはどうなんだろうかという視点をぜひ入れさせてください。今の学校どうですか、子どもたちが先生に十二分に見てもらえてるんだろうか、先生たち忙しすぎます。東京都の教育委員会、基礎自治体の教育委員会、本当に頑張って4月の新学期には教員の定数をなんとか確保している。でもね、夏休みが終わって2学期が始まる秋、200人近い単位で先生が足りなくなる。3学期が始まる1月、100人を超えて先生が足りなくなる。なんでなのか、忙しすぎて倒れるんです。病んでしまって長期入院になる、先生がいなくなる、それだけで学校で勉強を見てくれる人の手が減る、子どもたちの学習環境に影響が出る。もっと言えば大好きだった先生が長期休暇、センシティブな子どもたちの心への影響はどうなんだろうか。この学校を変えたい、すでに前例があるんです。国の実証実験で静岡県の三島市、なんで先生が忙しいのか、何が一番忙しいのか調べたら、紙の作業が膨大なんですね。子育てをしている方お分かりになると思う、保護者と先生ほとんどやり取り紙ですよね。学校と教育委員会ほとんどやり取りが紙です。いじめがあった文科省からの調査、これも紙のやり取りだ。これをデジタルにできないか、今ある技術 DX でデジタルでつなぐ、先生と保護者、先生と教育委員会、学校を全部デジタルでつないで、デジタルで入力するようになったら、なんと1万枚のペーパーレス化が実現をしました。そのことによって先生は忙しい公務からどれぐらい解放されたのか、450時間、これだけの公務が削減をされたら、先生は生徒に向き合える、自分が忙しくなさすぎれば健康も維持できる、学校の中の子どもの環境を、学ぶ環境を今ある技術で安い予算で実現できるなら、東京都のすべての小中学校に入れて、私は子どもの学ぶ環境を守っていきたいと考えています。これまでの都政のその先へ、この8年間もったいなかったと私は思っている。ようやく少子化対策に国も都も気づいてくれた。でもね、小池さんのやり方、やっぱり自由民主党の発想だな。国も
少子化ということを聞いたら何をやるか、結婚をしてもらう政策を出すんです。例えば地方創生、地方が婚活パーティーをやる、お見合いイベントをやる、出会いを作ってあげる、その予算を皆さんの税金で補助金で渡す。今年度の都政、小池さんの政策は皆さんの都民税で少子化を克服するために何をするか、婚活アプリ作るんですよ。あるいは婚活イベントで出会いを作る。果ては皆さんの結婚の思い出の曲をぜひ応募してくれ、それを漫画にして皆さんに披露する、結婚の機運を高める。私これはいらないと思いますよ。だって今結婚だけじゃない、一人で生きるという選択、同性のパートナーと暮らすという選択、男女カップルでも選択的夫婦別姓が実現するまで婚姻届を出さないという決断、あるいは一人で子供を育てるという選択、いろんな選択があっていい、多様性があっていい、その全てを支えるのが私はリーダーの仕事だと思ってるし、そういう東京でありたいと考えています。その中の一つで結婚をしたいという人は応援をする。でも結婚ができない、経済的理由で諦めている若者がいるんだったら、私はその若者を全力で応援する東京都を作っていきたいんです。小泉構造改革始まった時は熱狂だった。でも20年経ってどうですか。非正規労働が、非正規雇用者が60万人増えました。自分で望んでフリーランスで働く、スキルアップをしていく、女性が上限内でパートアルバイトで働く、それはいいでしょう。でもそうじゃないんだ、非正規から抜け出せない若い子たちがいるのであれば、その人たちの手取りを増やしてあげることこそが、都知事が若者にして差し上げられる、そういう仕事だと思っています。じゃあどうするのか、後継役があります。大阪さんは首長をやってたから分かってる。後継役、自治体が発注をする仕事、民間が受注を仕事する仕事、公の契約。東京は豊かな財政です。一般会計が 8.5 兆円、1年間の税収超が1800億円。皆様の税金を使って契約をするときに、相手の企業、受注側にどうぞ皆さんの企業で働く、特に若い人たちの雇用環境の改善をしていただくことをお願いをすることができるんです。それによってブラック企業は排除されます。私はいいものは排除した方がいいと思う。その部分では雇用環境がいい、そういう企業と契約をすれば若者の雇用環境が改善をされて賃金が上がる。でも都の職員は言うんです。もうそういう環境改善をしている大企業だったら影響が出ないんじゃないですか。違うでしょ。大企業は事業を下請けに下ろすんじゃないですか。子受け孫受けだったら、後継役を結ぶときに下請けに仕事を下ろすんだったら、そこでの適切な労働条件を守ってくださいねと、タガをはめることはできるんです。皆さん、これをすれば、例えば今人手不足だから、うちは若い子をたくさん雇ってる、賃金も上げてる、有給もしっかり保障している、これから準備をするんじゃない、もう守っているところは堂々と手を挙げる、ビジネスチャンスにつながるんじゃないですか。皆さんの税金、ぜひそうやって使わせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。今ある財源で新しい増税もしないで、若い人たちの賃金を、手取りを後継役から変えていくことができる、その条例を一番に提案する知事になるとお約束をさせていただきます。もう一つは、若い人たちの負担を
取り除きましょう。大学等を卒業して二人に一人が奨学金という名前の借金、平均額310万円です。この310万円を手にして有利子だったら負担はどんどん増えて、非正規雇用だったら返せなくて、40代後半でようやく返せた、そういう人も少なくない。負担があって不安があって結婚ができない、だったら私はこれも奨学金の返済に皆さんの税金を使わせていただきたい。例えば子どもの育ちを守っていく保育の現場で、例えば子どもの教育を学びを支えている学校の現場で、例えば命を守る皆さんの命を守っている医療の現場で、あるいはシニアの安心を守っている保育の現場で働いてくれている若い人に、これから働きてくれる若い人の奨学金の返済を東京都が支援をすることこそ、私は若者の手取りを増やすことにつながると考えています。そのことに税金を使わせてくれませんか。若い人が手取りが増えれば、それは消費が増えて経済が好循環した上に、税金を納めてくれて社会保障の担い手になる、それは結果として介護医療の持続可能性、シニアの安心につながる、本当の意味でもうまく回る循環する東京都を私は作りたい。この8年間どうして今の知事は気づいてくれなかったんだろうか。いろんな少子化対策をしたけれども、出生率は上がらない、アプローチを変えようという視点にならなかったのか。私は若者をど真ん中に見据えたい。だって今生まれた赤ちゃん、20年後に今育ってる子どもたち、10年後数年後に必ず社会に出るでしょ。必ず社会に出るときに不安と負担がない、雇用と借金返済のリスクが減っていたら、安心して親は子どもが社会に巣立つのを見守ることができる。ない、来年結果は出ない、でも今から種をまけば今育つ子どもたちが必ず安心につながり、それが若者の豊かさにつながり、結婚したい人が結婚できる、子どもを持ちたい人が子どもが持てる、中長期の少子化対策こそ私が今から種まきをして作り上げたい東京です。ぜひぜひ任せていただきたい。20年間の経験があります。大臣の経験があります。党のトップを張った経験もあります。そして誰よりも私は寄り添える知事でいたいと思う。小池さんは光に光を当てるのは大変得意です。そこを横文字で評価するのも得意です。でも私は光と影があるのであれば、影が薄くなるまで、自分の足で立って歩けるようになるまで影に光を当てる地味でいたいと皆様方にお約束をさせていただきます。国に対してもちゃんと意見を言いましょう。予算委員会じゃない部分で直接総理に向き合って堂々とが意見が言える日を私は楽しみにしています。羽田空港の新ルート、もう4年が経ちますね。そろそろ点検してもいいんじゃないですか。暮らしてる人たちがその騒音にどれだけ脅かされてるか、子育てをしてあの騒音で赤ちゃんを起こさないようにする苦労をしてるパパママがどれだけいるのか、あるいは落下物の危険、それに脅かされてる人たちがどれだけいるのか。もちろんインバウンド経済、それを否定はしないけれども、経済は人があっての、都民があっての経済じゃないでしょうか。私は新ルートの見直しを早期に国に申し入れていきたいと思っています。小池さんとの違いよく聞かれます。一言で答えられる。小池さんはトップダウンです。時々そのトップダウンを会見で立案する。職員の仕事が増えます。
基礎実態との調整という仕事も増えます。こんな面倒な仕事を増やすんではなくて、私はボトムアップのリーダーになります。ボトムアップのリーダーになって、皆さんの声をしっかり受け取って、その職員と一緒になって政策を作り上げて、途中経過を見せる。そこに政官業の癒着はないんだ。自分が豊かになる発想はないんだ。なぜならば、東京都は知事のものではなくて、東京都民とこれから生まれる子どもたちのものだと、私は約束をさせていただきたいと思っています。4月7日が投開票日です。どうか皆さん、蓮舫知事を誕生させていただけないでしょうか。私は日に日にやりたいことが増えています。日に日にそれはやれると確信を持っています。だからどうか集まっていただいた皆さん、一緒にびしょ濡れになってしまって申し訳ない。どうかどうか4月7日は晴れて天の川が見える、そんな夜にしていただきたいということを心からお願い申し上げ、蓮舫の訴えに返させていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。蓮舫のお訴え、皆様方の耳に、そして心に届いたのではないでしょうか。雨の中傘を差して、拍手も難しいかと思います。蓮舫コールを皆様方の思いを込めてやっていいですか。あ、始まっちゃった。東京都知事は、東京都知事に頑張れ蓮舫。7月7日は蓮舫頑張れ。どこまでやったらいいですか。ありがとうございました。雨天の友は真の友です。この大雨の中、蓮舫さんの声を、思いを聞いてくださった皆様こそ、これからの中盤戦後半戦、皆様方のお力で蓮舫知事を誕生させる最も大きな力になります。どうか皆様よろしくお願いいたします。蓮舫知事、一緒にみんなで誕生させましょう。ありがとうございます。もう一瞬待って怖くてもいいかみたいな感じでも。
一番さん、おお、すごい。すごくね、喋ってみたいんですけどね、一回ね。次いろんな噂があったりも。次出る方はいつだと思います。あ、そう？さりげなくボディダックとか見て、やっぱり、なんかこう、やっぱ人混みに入るのがうまいんだろうな。あ、なるほどね。まあでも、皆さん、お疲れ様でした。